昔さ、リーダーが連載しててさ、うん、俺が挿絵描いてた、あの、いいことあるさね。うん。これあの、やってた、やってた。PDF でダウンロード販売。うん、ドゥーザダウンロードが、ここにも。ついにドゥーザダウンロードが身を結んだんだね。ついにね。もうドゥーザダウンロード。これ390円 ?390 円。随分今年で3級の年って決めたんだから。決めな。390円だ。こんなとこで儲けててもしょうがないよね。誰なんだろうね。390円。だって俺ね、あのコラム書いてる時、インド行ったり大変だったんだよ。知ってるよ。俺インドからファックス売ったんだから。俺だってイラスト北海道でラジオ局で書いたりしたからね。あ、そうだそうだ、ほんとそうだ。あの頃もう追われた作家気分だったね、もうね。ほんと追われた作家気分だった。だからなんか一声だったね。本当に。缶詰でもしてほしかったな。しかもね、あれなんだよ、あのファックスはさ、インドのさ、なんていうの、あの露店みたいな変なところでさ、電話かけれる場所なんだよ、うん、そこでさ、ファックス頼むっつったらできねえっていうのを、うん、無理やり流してもらったら、最初裏に入れやがって真っ白んだ言っちゃったよ。お前ファックスぐらい分かるよと思って、こっちだろっつって、うん、本当にダメで、俺も北海道からさ、ファックス今日送んなきゃ落ちるって言われたからさ、うん、ファックスじゃでも画像が悪いでしょ、うん、さ、今のファックス大丈夫ってやつ。でもマジで俺が思ってるファックスと違ったね、うん、昔のなんかもう真っ白いさ、真っ白いね、なんかチリチリしてるね、うん、全然大丈夫だったね、早く行ってよと思って、うん、本当だよね、まあ、それがもう、まあ、あれ13年前だよね、もう始めたのね、あれ。そうだ、俺インド行ったのだって96年とか7年だもん。だ、ね、であれがさ、2000年ぐらいに1回ね、ネット上で復活するんだよね、ソネットの中でね。そうなの、いいことあるさでやったじゃん、2人で。あ、やった。いいことあるさの E がさ、小文字の E メールの E になったんだよ。E メールの E だった。そうそう。それに時代を感じて、そうそうそう。そうそう。乗っちゃったんだよね。もう少し飲む？終電間に合うの？いや、まだあるから大丈夫だよ。もうちょっとだけ、ね、ちょっとだけ行こうよ。そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ。いや、今日は帰る！ってはっきり言えたらいいんだけど、ね。人生なんてずっとミリオンクロスロードだよ。だよな。じゃあ行ってみよっか。池袋交差点24時。あ、どうも、加藤です。あ、どうも、小田君。小田君、え、あの先日発売したばっかりのさ、あのいいことあるさ、PDF、うん、どうやら完全版って言ってたけど、あれ随分抜けてるみたいよ。らしいね。やばい、全然記憶にない。まあ、全くないね。うち、ん、にあったのが確かに24話23話ぐらいまで。だからそれで全てと思っちゃったのも甘かったね。でもその間にいろいろスタッフとさ、こういろいろ競技を重ねてさ、誰も気づかないかね、これ。まあ昔の話だよね。で、昔っつったらこれファン更新記録っていうさ、もうものすごい、もうコレクターズ大好きでね、うん、やってくれてる人が教えてくれたのよ。これ見ると36回までやってて、しかもこれ99年だよ。3年やったってことだな。じゃあな、うん、3年もやったんだ。それ全然俺忘れてんだけど、小田君覚えてる？全く覚えてないね。仮装パーティーとムツゴロウさんについて、絵は醤油だって醤油を描いたってことだよ。いや、だから多分それはあれでしょ、ムツゴロウさんがさ、ピラニアに醤油つけて、うん、ああそうだ、描いたんでしょ、ピラニアの話だ、うんうん、多分そうでしょ。だよね。ジャイアント馬場さんについて言っても分かんねえな。絵がウルトラマンだよ。分からん。全く思いません。全く関連性が。これね、ジャイアント馬場さんについては分かんない。多分これ原稿ギリギリでさ、うん、別々に進めてたんだ、俺ら進行。別々にっていうか、毎回別々に進めてた。いや、でもいつも聞いてたよ、何書くのっつって。ああ、言っとくか。いつもそうだよ。それに合わせてくれてたの。合わせたんだよ。あ、そうか。だから、ムツゴロウさんは醤油を書いてくれたのか。そうそうそう。ただ多分これは、ああ、あったんじゃないの。でもこれすごいよ。でも分かんない。読んでみてたら。29巻のさ、さらば青春の光のロケ地を巡る旅ね。うん、これ多分俺がロンドン行ってる時だと思うんだけど、うん、絵がアジフライだよ。これフィッシュ&チップスから来てんのこれ。いやー、これはなんだろうね。うん、アジフライってなんでアジフライ？俺がまああれかもな、だから昼飯にアジフライ食ってたんだろうな。そんなんだろうな。で、しかも30回目も連載30回記念で、うん、加藤桑太郎対談してるよ。いやいや、これはね、でも多分ね、うん、トイシがインタビューしてるっていうから、うん、この回のみだって丸1ページもあってんもん。本当だ。飲み行ったの覚えてるんだよ、ね、覚えてる覚えてる。それは覚えてるんだよね。
孝太郎くんがさ、うん、あのすごい狭いバーで、うん、なんか椅子が赤くて、うん、地下に入るようなバーに俺連れてってもらった気がする。そうだっけ、うん、ちょっと洒落てる感じの居酒屋じゃないよ。居酒屋じゃない、うん、なぜか俺はそこでインタビューすればいいのにと思ったのに、うん、インタビューはすっげえうるさい居酒屋だったのなんでこんなうるさい居酒屋でインタビューしててこんな静かなところで俺たち飲んでんのっていう、それ思い出してる。いやでもそバーも多分今ないだろうな。で孝太郎酔っ払ってだってアスファルトで寝ちゃったんだからその日。あそう出てきて、まあこれ無茶な飲み方したからね、うん、ゴロンっつって。それ覚えてるよ。次の金沢のお茶漬け屋ちなの、うん、あこれヤッホーってあの親父さんがヤッホー、親父さんがヤッホーってさっきの挨拶代わりにヤッホーって言うんだよね。突然言うんだよ。突然言うの。そう脅かすように突然シーンとしてんじゃん、うん、そうヤッホーって言ったらすごい言うんだよ。あれ何これガラガラって聞いて人に挨拶代わりにヤッホーって言うんだよ。違うよ、ガラガラって開けたってムスッとしてんだよ、うん、いらっしゃいもないないの。なんかまあ飲んでたりするじゃん、うん、そうすると突然耳元でヤッホーって言うんだよ。でどうすんのそしたらビクッてすんだよ。うん、で孝太郎君どうすんの。おおってびっくりして、うん、で「ヤッホー」って言うじゃん、うん、で奥さんが「ヤッホー」って「いや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 ついてくるんだよね。いやいや後ろでついてくるんだ、うん、そうそうそう。バッキングボーカルで、バッキングボーカルとして。ええー、じゃあ何気分次第でヤッホー。そうだよ、これ怒っちゃう人もいるっつうんだから驚いて。そりゃそうだよね、うん、お茶漬けうまいの忘れちゃったよ。パラスだから食ったことかも分かんない。次はだってこう33回目沖縄とスウェーデンについてて随分遠いねこれ、ね、で絵がボンカレーだよ。だこれ多分あのおばさんのパッケージが今でも沖縄はさあの作ってるよね。そうオリジナルパッケージね。そう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 でやってるじゃん。なんか多分それだろうな。東京でもなんかそういうレトロ商品扱ってるお店で沖縄のやつ売ってるもんね。あれで食うとうまいんだよ。俺ねあの初代のボンカレー意外と苦手。あそう、うん、味はでも多分今の文化で今のパッケージでも。あそうなの。そりゃそうでしょ。嘘、作り方も一緒なんじゃないの。いやいやいや、それはめんどくさとしない。孝太君あのボンカレーの後にさ、うん、ボンカレーゴールドって言ったの知ってる。知ってますよ知ってますよ。赤と黄色の知ってますよ知ってますよ。あれはだからファンタがね、うん、紫のファンタが沈殿が激しくてね、ゴールデングレープになったって知ってんだ。ゴールデングレープあった知ってるよ。で俺としてはねミリンダストロベリーが好きだ。俺も好きだよミリンダストロベリーあれうまかったよね。あれうまかったし、なんかストロベリーの炭酸っていうのはねよかったんだよな、うん、あの時画期的だったよね。画期的だったミリンダストロベリー好きだったな。色が好きだな。あのね俺ああいうピンクっぽいの弱いからね。弱いよピンク好きだもんね。ピンク好きだからさ。であとさチェリオは、うん、チェリオ今でもあるよ。でも1位なかったじゃない。チェリオはねやっぱグレープ好きだね。でも何東京にあったの。ありましたよ。なんか地方にしかない飲み物かな。あとプラッシーね。プラッシープラッシーは米屋でしか売ってないんだよ。そう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 。でもねあとね、うん、スカットね。スカットってあったっけ。スカットってね池袋の銭湯にね飲みあったね。池袋の銭湯のみ。まあ他で見たことがないってことだけど、うん、え何味。まあファンタなんかと一緒レモンとね、うん、グレープの2種類だったから。うまいの。まあ別に同じ。同じそこの銭湯はね、うん、面白くてさ「す、うん、いらっしゃいませ」とかじゃん。いやいやね、それは「はーってね。なんでお前の行くところそのヤッホーとか「はー」とか「ファイ」とかさ。でさそれで友達と、うん、多分これ俺が分析したんだよ、うん、はいいらっしゃいませが、うん、はいいらっしゃいませ、はいいらっしゃいませ、はいはーってなって短くなってたっていう。津軽弁と一緒だぞ。でね、うん、あとね、うん、あのうどん屋立ち食いそば屋があってさ、うん、そこはさ、うん、なくなっちゃったけどさ、うん、行くとおわすってんだよね。おわすおわすってんだよ、うん、これだけは何のが略してったか分かんないままなくなっちゃった。なくなっちゃった、うん、おわすおわすおわす。あとなんかバンドの挨拶でなんか面白いなってね。小竹ああうん、あのリハーサルスタジオで見たやつね。そう、ね、分かった思い出した。何ドエッシュ。そうドエッシュね。ドエッシュ。これ何これドエッシュは。ドエッシュは分かんないけど、まあウィースのそいつらバージョンだったんだろうね。うん、ドエッシュが。ドエッシュが。誰か言い出したんだよ。うん、向こうバンドが集まるたびにね、うん、ドエッシュって言ったら、ドエッシュ。衝撃だったね。衝撃だった、ドエッシュは、ね。うん、あの挨拶はね。しかもこれ発見できねえな、これ。これちょっと分からんね。
でもね、俺ね、今更ながらアジフライなんとなくイメージがある。なんかね、すごいでっかく書いてます。わかる。でっかくアジフライ書いてある。でっかく勝負した気がする。俺もアジフライに関してね、でっかく勝負したよね。揚げ物好きだから勝てろ。そうなんだよね。で、最終回はほら、俺がインドに行った時のほら、メトロポリタンジャーニーのギャラについてだよ。坊主の頭の画像したし、絵が。これ気になる。これどうしても探したい。これ気になるね、実際問題ね。だってさ、ひどい話だもん。だってメトロポリタンジャーニーインド行くってさ、決まった時俺行きたくなかったよ。もうインドは絶対下痢するからやだって、ね、であれ小太郎君とあれだよね、ベスパで2人乗りしてるんだよね。そうで、小太郎君さ、こんな話来てんだけどどうっつったら、いや、そのギャラ次第だよって言って、で俺がで、ギャラいくらこういうのもらえるんだろうね、テレビって言ったら、だってさ、田中健なんかさ、もうあれだよ、2年に1回オカリナ吹いて2000万ぐらいもらってんだよとか言って、すっごい適当なことまず言い出して、それで、うちだったよ、1週間以上出すんじゃ200は欲しいですよって、もう事務所の社長気分だったもんね。確かにね。うん、って言うから俺、じゃあ事務所に半分取られても、ね、100入るってことって言ったら、君が、そうですよって言うから、これ行くしかねえと思って。もう本当にそれからヒゲ伸ばしてさ、ジョージ・ハリスみたいな格好してさ、ね、もうそこからヒゲ、あの子供が200って言ってから俺ヒゲも生やしたんだよ。で、行って帰ってきたらさ、振り込み額見てびっくり、5万円とかだよ。1日5000だよね。うん、ほんと、1日5000円なんだ、これ。もうマックでバイトした方がいいじゃんって言ってたから、大田君が。お前なんだよ、その、坊主頭の加藤したちが気になる。気になるな。これはやっぱりこれ探して後編として発売するしかないんですかね。どうなんだろう。でもね、完全版つって売っちゃったからな。無料で追加、昔さ、無料で追加、昔俺さ、 A ちゃんのさ、ああいうハッピーって本をさ、買ったんだよね。あれハッピー、裁判の話が書いてあってさ、でそれについて書きたいとこだけど、まだ裁判が終わってないから書けないって書いてあってさ、あ、それはね、で裁判が終わったら、別のちっちゃい紙に書いて送るって書いてあったんだよ。ああ、そうなんだ。送ってきたよ。送ってきた、リチーだね。だそのフィーリングで言うと俺らも送んないけど、俺まずいな。騙しちゃったんだ、そうだよな。だってリーダーさ、ウルトラマンのさ、幻の一部がないままさ、完全版ってさ届いたら怒るよね。俺怒るし、もうクレーム入れますよ。返品では返品、完全版にかけるにしてかけすぎてんだよね今回でもね。1個や2個かけすぎてるよ。だっていくつかけて1、2、3、4、5、6、7、十何話もかけちゃってて、完全版はないよこれ。そんな完全版ないね。でもこれブルース・リーの死亡遊戯に近いね。死亡遊戯よりひどいよ。ひどいね。もうだから死亡遊戯の次に出たの何だっけ。死亡の塔。死亡の塔だよこれ。死亡の塔。あれ映画始まったらすぐ死んじゃうから、誰の話になんだよみたいな。そうそう、そっくりさまってなと。そうだよ、これ死亡の塔張りだよこれ。じゃあ死亡を取ったこといいか。じゃあいや、だからどうすんのっていうのこれ。まあでも後から売るの100円で。いやいや、それが悪いな。だからいいんじゃない、あの仕切り直して発売すれば。仕切りじゃない、買っちゃった人がいるんだよ。買っちゃった人はさ、サービス送ればいいんだよ。そういうことなの、ね、そういうわけわかんないことはできないの。あ、そうなんだ。だってどうする、ちょっと考えるよ。しかし誰も気が付かなかったってすごいね。すごい。俺らもだって今これ見たって分かんないもん。見て、だっていくつか思い出したのがアジフライとさ、うん、そのあれだよ、あのインタビューやったなっていうのと、それはメトロポリタンジャーニーのギャラが少なかったなっていうのは覚えてるよ。だからやっぱ書いたよこれ。書いたってことだよね。書いた書いた書いた。しょうがないな。でもまあ考えましょう、うん、対策を。まあでも、うん、あの23話だかなんだか、まあ、そこまでだってさ、うん、楽しめるんだから。じゃあ今回は23話でコンプリートとかしとく。まあ、とりあえずそれで後で後で見つかったっつってさ。そうそうだよ、後からだからビートとリアルラブって思ってもらえばいいじゃん。そうそうそう、本当こそうだよ。クリアザバードクリアザバードってことにすればいいんじゃないんだよこれ。いいんじゃないのそれで。だって本人が忘れてんだから。だって俺ら完全だと思ったのあれね。そんなと思ったよ。でもね、さよならの挨拶がなんかおかしいなと思ったんだよ。そうだよね、うん、だって俺たちそういうとこは律儀じゃない。そうだよね、うん、だ最終回だったら最終回って必ずさ。そうだよね、うん、俺もチャオって書いてるはずなんだよね。ね、お世話になりましたって。だから最後なんかやっぱり坊主頭の加藤氏ってことだよ。そうなんだよ、うん、まあ、でも俺らもあれだよ、これ別に誠意ある行動でこうなった結果なんだよ。そうだよ。騙そうと思ったんじゃないんだよ。本当だよね、うん、そこだけ分かってもらいたい、本当に。
でもみんなそう言うんだろうな、詐欺ですかまた連中とか。そうだな。絶対警察行ってさ、こうやってさ尋問されたらさ、たまそのだけじゃねえんすよって絶対言うよ。そうだな。だからまあしょうがないけど、しょうがない、まあ、考えましょうよ。なんか、うん、フリーアザバードだよ、見つかったんだもんだって後から。それは事実だからね。事実だ、うん、俺だってなあ、ひどい話だね。ひどい話だよあんだけだってすよ、完全マヌって言っちゃってさ、言わなきゃよかったね、完全マヌって言わなきゃいいよ。ベストセレクションみたいなね、保険かけてくるけど、最初からね、危ないやつはそうしておくべきだった、うん、信じて疑わなかったな。買っちゃった人いるかな。なあ、そうだな。ね、これファン更新記録っていうさ、うん、ものすごいもうコレクターズ大好きでね、うん、やってくれてる人が教えてくれたのよ。そうそう。まだこうダルグになってすごいよ。もうタイトルからおいおいちょっと待ってくれよもう。ねこれね、俺がいつも警察に捕まった時に言うセリフだ、これ。これはね、ジャンキーでね、中田裕之がね、うん、あの、天保するときね、おいおい、ちょっと待ってくれって。そうでしょ、だからね。だからもっと絶対物を言うときに必ず、そうだよね。うん、言うセリフなんか、相当ご立腹ですよ、これ。そうか。まあ、よかったで分かって。もう分かってこと、本当にありがとう。ねえ、よかったよ。うん、意外とこう俺たち忘れてることたくさんあるかもしれないな。意外と記憶力いい方だと思ったけど。まあそうだな、俺も自信なかったんだこれに関しては。言えよ去年。なんで自信なの。だからあれなの、表紙の絵描いてくれって言ったのにずーっとこう筆が動かなかったのは そのせいだったんだ。酔っ払ってたからさこの頃。あ、酔っ払ってたからこの頃。ああこれやってる頃ね、もう24時間酔っ払ってたからね。いやでもね、小太郎くんがなかなかノリが悪いなと思ったのはそういうことだったのかな。ちょっと気分直しにメールでも読もう。そうだね、この件はちょっと考えたし、この件はもう考えたし、もうしょうがないからもう、ね、誠意ある対応をね、売っちゃったんだからさ。もう泣いてもらうしかねえかな今回。もう千場吉兆のさお金みたいなこと言ってるからダメ。考えるよ、真っ白になっちゃったからね。もちろん考えます。本当頭真っ白になったね今ね。本当頭真っ白に。まあ考えますよ。本当に。なんとかします。本当千場吉兆になっちゃった。あ、まあいいや、ごめん。あ、これどうだ。ふみっこペリーちゃんから。もういいね。ご気分直しにはいい。加藤さん、ネトロさん、うん、教えてほしいことがあります。いいよ。もうすぐ修学旅行へ行くので、うん、修学旅行の正しい楽しみ方を教えてください。うん。うん、お前たち修学旅行嫌いじゃない、まず最初に。まあ、好きじゃないね、 旅行がね。だって修学旅行とか遠足とか行ってもさ、そういう、え、あれでしょ、バスとかから出ないような、出ない一切タイプでしょ、うん、寝てんな。じゃあ楽しみ方も何もないじゃんこれ。やっぱり夜寝ないのが一番いいよ。なんでだよ。だってさ、やっぱ夜寝ないのがやっぱ楽しいんじゃないの、お化けの話でもしてさ、あと次酒飲んだりさ、次の日寝ないよ。いやだからバスで寝てないんだよ。もう旅行じゃねえよ。これから先いくらでも見るから。あ、京都行っても、京都行ったりどこ行ったってさ、うん、まだ若いってことでしょこれ、修学旅行行くってことは。そりゃそうだよ、だってもう中学高校だよ、10代でね、あんな別にそのお寺見たって、分かんないっちゃうんですよ。俺はそうだよ、俺なんかまだつまんねえんだもん。そうだよな、60過ぎてからでいいと思ってんだもん。俺もそう思うよ。だから行かせんなっつうの。俺は京都行った時なんてさ、うん、バス出ないでしょ、うん、でよその高校生と喧嘩してたから外出禁止で夜も出れない。監禁だ、一歩も出てないんで京都外に。京都、よその子と喧嘩必ずしちゃうよね。鹿せんべいかなんかの喧嘩しちゃったんだよ、鹿せんべい。それ奈良なんだよ、奈良かで夜京都に入ったんだよ。 なんで喧嘩になったの、せんべい、ね、せんべいの件で喧嘩になったんだろうな、多分な。せんべい起こせみたいな、なんか分かんないけど、俺のせんべいお前割り込むんじゃねえみたいな、みたいな。俺が先に、俺がせんべい食わせんだよみたいな。鹿に、うん、なんでお前が食わせんだよみたいな。でもそんなことなら喧嘩になるのかなって。そういう年だから。いやでもね、本当ね、そんな感じでするよ、うん、だからまあ、うん、修学旅行は行かなくてもいいってことさ、じゃあ。まあいいか、まあいい、まあ、友達と行ってワイワイするの。そうそうそう、だから友達とね、あの楽しんだ方がいいよ、その場所がどうこうじゃなくてさ、うん、ね、観光は二の次で、よろしく、ね、まあまあみんなと一緒にいるのが楽しいんだから、うん、いいんだよ、そうそう、ワイワイやるのがいいんだ。それがメモリーってもんよ。スイートメモリーでね。スイートメモリーだよね。これはどうなの？毎週にやけながら拝聴してます。はい。まさみちゃん。うん。近い将来猫を飼いたいんですけど、一箇所名前つけてくださいって。
猫ね。孝太郎くん猫好きじゃん。まあ俺昔猫飼ってたからね。なんていう名前だったの。うちは朝太郎って言うよ。朝太郎、朝青龍みたいだね。朝太郎って、まあ、漫画あったな、これ朝太郎伝っていう。そっか。元宮博の。でも結果的にメスだったんだよね。そして後で分かったね。太郎じゃねえじゃん。で名前考えてよ。え？名前。いいじゃん朝太郎さん。ダメだよ。もっともっとだから本当だったら、うん、大魔神とかって名前を勧めたいけど。人のことだからさ、そうも言えないな。大魔神とか呼べないじゃん。大魔神可愛くないもんね。可愛くないよ。チャオよ、チャオ。チャオはなんか犬っぽい。そうか、うん、猫だろ。うん、バタシュガーにしよう。シュガー飲んだ。ここにコーヒーのシュガーがあるから。あ、じゃあシュガー、まさみちゃんシュガーって名前にしようよ。可愛いよね、シュガー。可愛い可愛い可愛いよね。可愛い、全然 OK だ。シュガーがいいよ、やっぱり。シュガーがいいよ、うん、砂糖って書いてね。砂糖って書いてシュガーよし。はい、まあでも気が向かな乗らなかったらつけないと。マスクなのいいですか。はい、さあ今後のコレクターズ、うん、一体どうなってしまうんでしょう。謝ってばっかりの。本当だよ、謝ってばっかりの回だったね今日は。いや、そんだけこのね、録音前に衝撃のね、事件が発覚したからね。さあ、はい、恒例のクアトロマンスリー中、はい、ビートフルサンデーライブ、今度は5月の10日か。あ、早いな。6、7、8と、まあ、あと4回あるわけですな。あります、うん、まあ、もつめであったりね、鹿児島行ったり福岡行ったりするわけですよ。あー、でもね、俺鹿児島と、うん、何、博多、うん、すっげー楽しみ。そうだって鹿児島初めて行くもん俺。そうだね、うん、ライブでは鹿児島だから、ちょっとラーメンね調べたいね。これアーツってバンドってあるんだけどね。アーツって向こうで大人気らしいですよ。そうなんですよ、すっげえこれ楽しみなの。誰に聞いてもアーツって知ってるっつうんだからね。身のもんたぐらいの知名度ってことで鹿児島内に置いて。そりゃそうだよ。うそー、そんなすごいの。すごいよ。で、九州俺好きだよ、うん、なんか食べ物うまいし。まあリーダーの立場だと全国どこでも好きって言ってもらえば困るよ僕も。まあそうだけど、まあ、このシーズンまあそれは好きだな。いいじゃない、ここで、うん、ここで仙台が好きとか言ったら謎だろ。まあね、でも好きな子でもいるんじゃないかと思われちゃうよ。そうだな、うん、秋田も好きだよ俺。行ったことないくせに。あるよ、何言ってんだよ。いや、ライブやったじゃん。一回しかやったよ。そうだよ、あれ忘れられない。一回だからね、うん、帰ってね。そう、うん、ね、7月これ1日だと思うんですけど、うん、名古屋のクアトロが20周年なんですよ、うん、でビートクルセイダーズとねジョイントでやります。7月1日ね、うん、これがビークル結構ね、うん、大人気だからさ。そうだな、コレクターズファンね、意外とチケット取るの遅いじゃない。そうだね、いつも取れないとね、俺に苦情くれるからさ、うん、これね本当に俺怒られてばっかりだよ。もう本当そうなんだよな、うん、あとフェス出てくれば言われない。あれイベントじゃなくてファンにでしょ。そう、ね、でね、この際言っとけど、フェスはね、出たいから出るってもんじゃないからね。そうだよ、うん、本当に呼ばれて出るもんだから。呼ばれてなんぼって世界ですから。そう、呼ばれてないってことだから。僕らぐらい長老になってくると扱いが難しいってことなかなか呼ばれないですよ。呼ばれないよね、うん、無限にはできない。そう、ね、どのタイミングで出していいかわからない。いろいろ向こうの悩みも分かりますよ。だって iTunes だって上の方にやったのを下にやるけど外せないってことでしょ。そう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 向こうも気遣ってね。ね、気遣ってるんだから。6年に1回から呼ぼうかみたいな、そんな感じだと思います、ね。そう。だから再来年ぐらいかな。うん。まあいいや。行けるとこは行きます。まあ、毎週木曜日更新なんで、よろしく。はい。はい、じゃあまあ、そんなわけで告知もできました。うん、これ、メール面白いから、どんどん送ってほしいね。ね、これのアドレスだけ言ってください。袋24、アットマーク。アットマークね。ボイスね。VOICE ね。タイフルのウェーブ、はい、ドットネット、ネット、うん。これで届く。はい。なんかね、うん、MP3 ファイルとかで音貼り付けてくれたら、うん、聞けるからさ。うん、で、面白いのは、うん、たまに挟んで放送してやるって。セッション、うん、俺たちのセッションができるんだって。トークセッションね。これ次世代のさ、いいね、いいね。それこそ頭に E をつけたいよ、これ。そう、E コーナーね。ね、E コーナーとして。E コーナーとしてね。そう。ね。今週の E コーナーって感じで。いいね。いいね。でももう E がいいね。いいね。がもういいな。これクレジットの上行ったね。いいね。いいね。こっち次のシングル、いいねでいいんじゃない？うん。いいね。いいね。なわけで。まあ、じゃあよろしくね。はい。
do the download. I do the download.